うまいち広場の時間です。今回はスタジオを飛び出して去年2月にオープンした那覇空港新国際旅客ターミナルビルに来ています。国際定期路線として8路線がここ那覇空港から就航しているんです。先ほどからここの到着ロビーには様々な国の方が降り立っています。多くの笑顔が見えてるんですよ。すいません、お待たせしました。忘れました。よかったー、セーフです。よかった、よかった。皆さんご紹介します。初恋クロマニオンの松田さんと新本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に楽しみでしたね、今日は。楽しみですけど、あと一人足りませんね。あれ、さっきまで言いましたけどね、僕ら3人組ですよね。そうだと思ってますけど、あれ一緒だったんですね。あれ、さっきまでいたんですけどね。さっきまで一緒だったんですけど、急になんか、ちょっと待って、お前ちょっと待って、どちらに行かれるんですか。ちょっと去年ね、1年間怪我で無駄にしてしまったので、ちょっとそれで合宿でシンガポールに。合宿でシンガポールに、はい、何されてる方ですか。あ、駐車場の警備員です。警備員だ、はい。スポーツ選手じゃないんだ。ちょっと肩壊しちゃって。違う、ちょっと行ってきますね。ちょっと待って待って、違う、はい、ちゃんと自己紹介してください。どうも、はい、久保は恋の落とし穴、比嘉健吾です。よろしくお願いします。すいません、なんかお話しして。よろしくお願いします。ここは最近、はい、沖縄に外国人観光客が急に増えたと思いますか。いや、道歩いててもよく会いますよ。確かにチャタンとか国際通り多いですよ ね、 ね、多いですね。平成25年度に沖縄を訪れた外国人観光客の数は過去最高となるおよそ63万人を記録しました。その背景として那覇空港新国際線ターミナルや那覇港のクルーズ船ターミナルがオープンするなど、海外から沖縄に訪れやすい環境が整備されたほか、県や関係機関が海外に向けて積極的なプロモーションを展開していることが挙げられます。外国人観光客の数は今後も増え続けることが予想されます。こうした外国人観光客の増加を県では様々な形でバックアップしているんです。今日でもどこ行くんですか。だから夢中にしてきたんですよ、ね、はいはい、僕はもうアジア楽しみにして。俺はアジア来ました。日焼け止めちょっと臭いですね。いや大丈夫ですか。行きましょう、行きましょう。いやいやいや、今日はうまいち広場の撮影で、はい、ここで撮影するんです。ここでここで外国行くんじゃないですか。ここでですか。聞いてないよ。聞いてないよ。ちょっとこれはちょっと過剰演技すぎる。ここですか。そこで今回はうまんちゅ広場スペシャルと題して、沖縄の国際化をここ那覇空港から皆さんと一緒にお伝えします。なるほど、いいですね。なんですが、はい、まだここ国際線ターミナルビルを訪れたことがないという県民の方も多くいらっしゃると思いますので、早速施設内を探検しましょう。いいですね、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、ピッピッピッ、行きましょう。あら、ピッピッピッ、景色すごい、ね、明るい、うわ、空テラスって、うまそう、うわ、超うまそう、美味しそう。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。美味しそうなメニューが並んでますけど、どのメニューが人気なんですか。当店の人気メニューは、はい、スパイシーカツカレーと沖縄豚骨ラーメンなんですけど、はい、特に沖縄そばが人気です。やっぱりね、うん、まあ、沖縄来たらね、やっぱ食べたいですよね、そばはね。今日はちょっと行かなきゃいけないので、またゆっくり行きますね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと残念ですね。はい、一人いないです。本当だ。あ、じゃあ笠原さん、あれ、おいおいおい、行く。いや、なんでやったんですか。行きましょう、行きましょう。勢力に支障はないな。大丈夫、大丈夫。行こうか、行こうか。このメンバーでしっかり伝えることは伝えられるから。そうですね、そうそうそう、もう行こう行こう、全然ですからね。案内といていきましょう、もう、チュラタマさん。あ、チュラタマだ、かわいい。行きましょう、中見てみましょう、見ましょうか、ちょっとこれこれこれ。あ、ね、よく見ますね、お土産でね、ストラップ可愛らしいですね。行きましょう、行きましょう。あ、お土産、いろんなお土産、お土産いっぱいありますね。いろんなところのね、沖縄とは限らずに日本のお土産がいろいろあると。なるほどね。
ちょっとすごいですよ、すごいですよ。これはすごいですね。カメラさん、これ何ですか？炊飯器ですよね。なんで？なんでも。いや、これ異様な光景ですね。お土産屋さんにこの炊飯器がボンってあるのはなかなか。でもさっき言っても外国人観光客の方、炊飯器持ってましたね。持ってる人いましたね、それがね。確かに。こういうことなんだ。お土産で持って帰るんですね。ほら、これあれじゃないですか。我らが読谷の紅芋タルトじゃないですか。モンドセレクション金賞受賞。いや、紅芋。カモネ。カモネじゃない。どうも。どうですか、これ。はい、やっぱり一番人気ですね。嬉しいですね、沖縄の商品が一番人気で、しかも紅芋タルト。もう皆さんご存知ですね、もう。お手頃でね、求めやすいのかもしれないですね。なるほど。その他にも、ご覧のような国際線ならではのサービスが充実しています。沖縄県に訪れる外国人観光客は国籍別に台湾、香港、中国、韓国といったアジア圏の方が大部分を占めています。アジア圏だけでなく、近年急速に拡大している東南アジアや旅行市場が成熟しているアメリカ、オーストラリアを中心とする地域からの誘客も推進するために、県が行っている取り組みが便沖縄。便沖縄とは平成24年度、世界15カ国17地域で実施した市場調査を踏まえ決定された沖縄観光ブランドロゴです。 Bean 沖縄をキーコピーに、市場ごとの特性に対応したサブコピーを組み合わせて、旅に求める様々なニーズに対応しつつ、沖縄の多様な魅力を表現することで、世界の主要都市で沖縄観光のブランド化を促進しています。展望デッキにやってきました。いや、なんかすがすがしいですね。気持ちいい。すごい綺麗。飛行機もこんな近くで見れるんですね。本当だ、すごい。さあ、ここから沖縄観光の新しい動きや県のさまざまな取り組みについて紹介したいと思っているんですが、皆さん、はい、あちらをご覧ください。はい、綺麗なね、海が。網が、ね、先です。もっと奥の方でしょ。はい、見えませんか？何言ってんですか？何も見えないです。ちょっといいですか？あ、なんか見えます？あれ。ケラマダ。あ、見えた。ケラマダな、あれ。正解ですか？ケラマが飛び出して見えてるな、これ。3D のメガネだろ、それ。3D ケラマ。そうです。ケラマ諸島。なるほど、なるほど。ケラマ諸島といえば、去年ビッグニュースがありましたよね。平成26年3月5日、ケラマ諸島が国立公園に指定されました。那覇市の西方に位置するケラマ諸島は、大小30余りの島々からなり、ケラマブルーと呼ばれる透明度の高い海、多様で色とりどりのサンゴや魚、夏は白い砂浜にウミガメが産卵し、冬にはザトウクジラが繁殖のために訪れます。そして海と陸が一体となった雄大な自然は、日本を代表する優れた景勝地として27年ぶり全国で31番目の国立公園となりました。各島へのアクセス方法や観光スポットなどの情報はご覧のホームページで紹介されています。皆さんもケラマ諸島国立公園で自然と触れ合いましょう。続いてこちらから見えるのが出発カウンターです。外国人観光客の皆さんはここで手続きをして、それぞれの国に帰られるんですね。なるほど、ね。でも外国人観光客の皆さんって言葉もわからんし、ね、何かあった場合沖縄いる間どうしてるんですかね。そこで今回観光にまつわるある職種に密着しました。さあ、ところ変わりまして、はい、那覇市内のホテルにやってきました。まあ来ましたけど、一体何しに僕ら来たんでしょうか。そう、周りをよくご覧ください。いや、外国人の方が多いなっていうのは分かりましたけど。そうなんです。今日は初恋の3人に特別な国際体験をしていただきます。国際体験、はい、こちらにいらっしゃる外国人観光客の皆さんに、はい、おもてなし、おもてなし。いや、ぶりっこかや。あの周りのキラキラキラとかももういらないですから。風さん、だけど今のチョベリグです。そのチョベリグなおもてなしを皆さんに今からやっていただこうと。まあ、僕らでも英語一切喋れないですよ。ちょっともあん
皆さんを観光案内してください。観光案内、案内はできないですよ。いや、もう1年もしないです。喋れないですか、喋れないですか。大丈夫です。皆さんが持っているものは何ですか。持ってるものチームでって。いや、やかましいわ。できるかな、俺たち。大丈夫です。皆さん待ってるので、あ、早く行かなきゃ。なるほど、わかりました。あの6チャンネルがなくなったのがなもう寂しい。大喜利じゃないからさ。はい。How about 沖縄？ Yeah, we love 沖縄。You love？ うまくコミュニケーションが取れない3人。必死になっているその時。はい。話したいことありますか？じゃあ沖縄には何の目的で？Why did you come to 沖縄？ To be in the conference. はい。And to hear Okinawan music. この動きは。あの会議に出席するためと、あと沖縄の音楽を聴くためと、あの琉球舞踊を楽しむためです。ちょっとカチャーシュやってくれてましたね。助けていただきましたね。いや助かりました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。 Thank you so much for your cooperation. Thank you。 本当に僕はね全然しゃべれないんであれだったんですけど助かりました。こちらの方はそうなんです。この方は、はい、今回外国人観光客の皆さんを案内する通訳案内士の照屋久美子さんです。ああ、よかった。外国人観光客の増加に伴って県内では通訳案内士のニーズが高まっています。通訳案内士の資格には日本全国で活躍できる通訳案内士と、決められた都道府県のみで活動できる地域限定通訳案内士がありますが、どちらも難関である資格試験に合格しなければなりません。ちなみに外国人に対して旅行に関する通訳案内を報酬を得て行う場合には資格が必要になります。これを守らないと法律で罰せられます。そこで県では皆さんが資格を目指しやすいよう沖縄特例通訳案内士の制度を始めました。これはご覧の3カ国語を対象に研修を受け試験に合格すると、沖縄特例通訳案内士として県の登録を受け、平成33年度までの間沖縄県内でガイドとして活動できるようになります。県では今年度から旅行者での OJT やマッチング会など、より具体的なガイド活動につなげるための支援も行う予定です。照屋さんは通訳案内士と地域限定通訳案内士両方の資格を持っているので、沖縄に特化した案内ができるんですよ。すごい、こういう方がいらっしゃるから沖縄の観光がね、皆さん楽しんでいただけるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。私たちも今日は照屋さんに同行して、外国人観光客の皆さんと一緒に観光を楽しみましょう。では行きましょうか皆さん、はい、最初は平和記念公園です。行きましょう。今回のバスツアーに参加しているのは、ハワイに拠点を持つ東西センターの関係者の皆さん。東西センターはアメリカやアジア、太平洋諸国の人々が地域の発展と平和の構築に向けた研究と教育を行う国際機関。その国際会議が今回沖縄で行われ、アジア太平洋地域からおよそ400人の関係者が集まりました。いやー、着いた。沖縄県平和記念資料館、はい、皆さんも平和のことを学んでくれるんですね。行きましょう、行きましょう。He got briefed, shot US forces and Taiwan and North Korea and South Korea. Now we have commemorated the end of Okinawan battle, so 50th anniversary. ご出身はどちらですか？ Where are you from?ハワイ。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 Island of Maui.
マウイ島からですよ。So I know somebody that looks just like you and you. そうですね。あのハワイの方には沖縄住んでる方、研究士の方が多いらしいんですよ。だから皆さん握ってる人をよく沖縄ハワイで見つけます。珍しいのに。珍しくないって。沖縄フェイス。沖縄フェイス。ハワイにもいる。ハワイでよく見かけるマウイ。Very handsome. Very 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 handsome.出ました、いつ見てもやっぱりこれね、すごい迫力。バスツアー2カ所目の首里城に到着。ここでもう一度外国人観光客にインタビューをしてみることに。How about you a Shuri Castle? How about Shuri Castle? Very nice. Very nice. Yeah. はい、順番に。Yeah, I like it here. I like it. Nice. Yeah, yeah. Yeah. Historic. Beautiful. Beautiful.Beautiful. Okay. Last. Beautiful. No, 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 no. Beautiful, no. Adult. Adult boys. Yeah, yeah, yeah. 沖縄に来てどうですか？沖縄は。今から来たりしないと何？ Wow. I'm happy. Very, very happy. Oh, thank you. Hey. 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 急に現れたね。なんか美味しいもの食べました沖縄の。市場で魚とかエビとかいろいろ頼んで、はいはいはい、2階で残食事で、魚選んで、はい、さばいてもらって、さばいてもらって料理にしてもらいました。いいですね。おもてなしの気持ちで温かく接するテリアさん。こうしたガイドさんだけではなく、外国人観光客の皆さんに対して私たちにもできるおもてなしがあります。例えば地図を広げて道に迷っている人がいたら、ぜひ多言語コールセンターの番号を案内してください。多言語コールセンターとは外国人観光客専用の公共サービスで、英語、中国語、韓国語の3つの言語で観光案内や通訳サービス、災害時の対応などを電話、メール、SNS で行っています。いろんな意見が聞けたのですごく面白かったです。面白かった、はい、いろんな国の方々がいて大変だと思うんですけど、通訳案内士ならではのあるある、あるある情報っていうのを教えていただけます。そうですね、あるある情報ですね。県警のハワイ市の方とか、あと日系のハワイ市の方とか、自分が過ごしたあの沖縄を自分 の, あの子供、孫に見せたいところで、そうやって自分の過ごしたところとか思い出ある場所を巡る旅っていうのもあります。すごく素敵な役回りですよね。光栄ですね、本当に素敵だと思います。世界をつないでくれてますから、本当、うん、これからもぜひ沖縄と世界をつないでいくっていう大事な役割だと思うので、うん、はい、そうですね、なんかもうこれを機会にまた気を引き締めて頑張りきたいと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。人との対応も結構大変でした ね、うん、ね、結構大変だけど本当楽しかったですね。皆さんフレンドリーでね、テリアさんに本当に支えられて、僕らも改めてその通訳されてる方がすごいなっていう、レスポンスとかもね、もうポン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 早く返すんで、あ、ちょっと無理だなと思いましたね、うん、コミュニケーション取るとなったらやっぱり通訳案内士の方がやっぱ必要になってきます ね、 そうね、うん、さらに県では外国人観光客の誘致だけではなく、さまざまな国や地域との人材交流事業も行っているんです。はいはいはい、到着。いや、到着しましたね。続いて4人がやってきたのは浦添市にある JICA 沖縄国際センター。ここでどのような交流が行われているのでしょうか。実はここだけの話なんですが、おいおいおい、こちらの体育館でワールドカップ的な大会が開催されているそうなんです、ワールドカップ的なんですか。すいません、ワールドカップ的なっていうことは、どういうことですか。なるほど、ワールドカップではないんです、ないですね。それは分かりました。行きましょう、はい、行ってみましょう、はいはい、大丈夫ですか、行っても、いますいますよ、なんか体育館を覗くとバスケをしている外国人の姿が。今回こちらで行われているのはウチナージュニアスタディ事業です。ウチナージュニアスタディ事業とは、かつて海外へ移住した
ウチナーチの2世や3世を沖縄へ招待し、県内の同世代の子どもたちと生活を共にしながら、沖縄の移民の歴史や文化、自然などについて学ぶプログラムです。この取り組みは毎年行われ、今年度は8月3日から9日の7日間にわたって開催されました。今年は世界10カ国から16人の中高生が参加しています。海外移住者の子や孫に、ふるさと沖縄への理解と絆を深めてもらい、世界のウチナーネットワークを担う子どもたちを育成しています。早速、4人もバスケット大会に参加させてもらうことに。一緒にお邪魔させていただきます。バスケも本気で戦いますので、よろしくお願いします。ウマンチーロボさん、ウマンチーロボさん、やったるぞ。ウマンチーロボにプラスでゲストがあります。ゲスト、強力助っ人ネスタも加わり、準備万端な4人。試合を待つまでの間、参加者にお話を聞いてみましょう。うちまみきちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくね。みきちゃん、ご出身は？ご出身はないどこの国かで生まれたんですか？私ドイツで生まれた。ドイツ？ドイツ。どうして沖縄にも来たんですか？沖縄のネットワークみたいな作りたい。なんかいっぱい優しい人を今やられてきただから、みんな面白い。面白い？みんな優しいし面白いって。人柄がね、沖縄の人は優しいですから。温かいですからね。でね、沖縄のネイチャーもとっても面白い。なんか沖縄は他のよりもとっても違うなものあるだからね。ぜひ滞在中にいろんな、もう北部から南部からいろんな自然があるので見てくださいね。ありがとう。ね、頑張る大手中小金とか見てくださいね。難しいよな。いっぱいある。多分あんま分からないか、そこで。そうね。見れたらいいね。じゃあこれ今後の活躍も期待してます。はい、ありがとうございました。リレーで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 。よっしゃ、ちょっと開けて。うまっちゅー。ですね。そうです。びっくり。私点決めたんです。あーシュートできたし、うん、有力な助っ人もいたから、うん、敗因は初恋クルマニオン。でしょ。これはもう全会一致なので、はい、ちょっとここは初恋クルマニオンの3人に責任を取っていただこうと。皆さんにお笑いを伝えてほしいなと。お願いします。
ジャパニーズ、日本語通じます、これ。あ、全然大丈夫です。大丈夫だ。じゃあやりますか、じゃあ僕らネタやりますか、やりますか、じゃあやるじゃん。やりましたか、やりましょう。ありがとうございます。はい、どうも、初恋クロモニオンです。よろしくお願いします。お願いします。いやーねー、本当にみんなでバスケットしてね、いい汗かいたなーなんてこと。あれ、お前 IKKO さん似てるの。いや、顔だけ。顔だけじゃないよ。めっちゃ怖い。身元、はい、分かってんの。はい、すいません。何やった分かってんの。はい、身元、はい、お前なんでここに呼ばれてんのか分かってんのか。お前は分かってんのかに。めっちゃ、おい笑うな。いや、笑ってないです、笑ってない。新本、はいはいはい、新本、はい、先生な、お前に一つ聞きたいことがあるから正直に答えろよ、はい、この人は誰だ。誰だばお前。ウチナージュニアスタディではその後もキムタカの雨割りバックステージツアーや藍染め体験などさまざまな学習プログラムが行われ、未来のウチナーネットワークを担う子どもたち同士が友情を深めました。その他の取り組みとして、現在県にはアメリカ、ペルー、韓国、中国の4カ国から外国青年招致事業を通じて4人の国際交流員が勤務しています。彼らは沖縄県の国際化に向けて行政の通訳、翻訳業務をはじめ、県内のさまざまな国際交流事業に携わっています。今行われているのは、沖縄県国際交流人材育成財団の依頼を受けて実施している学校訪問事業です。正解です。この日は浦添市立前田小学校の生徒たちを前に、それぞれの国の歴史や文化などについて分かりやすく説明し、楽しく異文化交流を図りました。このように国際交流員が県内各地の小中学校や特別支援学校を訪問し、児童生徒の頃からさまざまな国の文化に触れてもらうことで、沖縄県の国際化に向けた底上げを図っています。クイックとかでいろんな国の英語とかいろいろ学べて、私たち外国人とエメチカに触れることで、子どもたちは国には関係なく、人間として、みんな共通点はたくさんあるっていうことを感じてもらいたいんですね。日本と自分の国の友好関係に貢献できるのは、すごく私たち の誇りでも、にもなるし、やりがいでもなっています。はい、さて30分にわたってお届けしましたウマンチュ広場スペシャル。初恋クロマニオンの皆さん、はい、いろいろな国際交流体験をしてみてどうでしたか。いや、通訳案内士の方に密着してですね、もういろんなことをして観光客の増加につなげてるんだなと思いましたね。はい、あとジュニアスタディの皆さんと交流しましたけど、やっぱちょっと視野が広がるというか、世界がちょっと変わりますね。この事業はずっと継続していってほしいですね。地球は回ってるなって、人類みんな兄弟よく行くもんだよと思いますね。カザさんも言ってたじゃないですか。あ、これは本当に身に染みました。はい、ありがとうございます。はい、私もすごく楽しむことができました。はい、沖縄観光のさらなる発展にますます期待ができそうですね。そうですね。ウマンチュ広場は毎週ご覧の日時でお伝えしています。沖縄県の取り組みなどを分かりやすくお伝えしているので、ぜひご覧ください。初恋クロマニオンの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。